代々木駅は東京都渋谷区代々木一丁目にある東日本旅客鉄道東京都交通局の駅である JR 東日本の中央本線と山手線の2路線都営地下鉄の大江戸線が乗り入れ接続駅となっているまた各路線に駅番号が付与されている JR 東日本の駅は中央本線を所属線としている中央本線 山手線とも複々線で、中央本線は観光線を走る、中央、総武線各駅停車のみ、山手線は、電車線で運行される、環状路線としての山手線電車のみがそれぞれ、停車し、中央線快速、埼京線、湘南新宿ライン及び、特急列車は停車しない。特定特市内制度における、東京都区内及び、東京山手線内に属する。 代々木駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理委員地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅に近かった代々木村にちなむ。ただし、当駅所在地は代々木村ではなく駄田ヶ谷町であり、在来の代々木地域には含まれない。地元住民にとって代々木といえば、当駅周辺より、上原や富ヶ谷といった地域を指していた。 開業当時、代々木村に駅がなく人口が多かったことが背景と見られる。2面2線の相対式ホームが1面2線の島式ホームを挟み、合計3面4線を有する高架駅。中央部の2.3番線、島式ホームは、中央観光線下り線と山手線内回りが同一ホームであり、駄田谷方面から渋谷方面への乗り換え利便性を図っている。 ホームの新宿寄りには段差があり、柵と階段が設置されている。出入り口は西口、東口と北口の3カ所で、西口と北口には指定席券売機が設置されており、都営地下鉄大江戸線の乗り換えルートにもなっている。かつては西口に緑の窓口が設けられていた。東口は東駅南端にある線路交架下を西から 東方向へとくぐる境内な一方通行道路の先にある山手貨物線の踏切を越えた先にあり、特徴的なドーム型出入り口である。北口改札内コンコースには各ホームとの間にエスカレーターがあり、北口出口に都営地下鉄大江戸線改札口までへエレベーターが設けられている。東口、西口改札内コンコースには各ホームとの間にエレベーターが設けられているほか、 スロープや多機能トイレが設置されている。北隣の新宿駅が旅重なる改良工事で、当駅方に相次いで延長された。そのため、2016年現在で、新宿駅5.6番線ホーム南端と当駅のホーム北端はわずか100メートル程度しか離れていない。山手線の運転手にとって、新宿駅から代々木駅への進入は、ホームに入ってからもカーブがあり、 見通しが悪く、アップダウンもあるためブレーキのタイミングが測りづらい、山手線随一の難所と言われている。乗り場発車メロディ1から3番線では、日本電音、4番線では、低築制作のメロディを使用している。かつては4番線も日本電音制作の草原だった。また、かつては1番線の、せせらぎは、大塚駅などで使用していた、旧標準バージョン、3番線の、 高原は低温のオルガン調で、東駅と阿ビ子駅8番線でのみ使用されたバージョンだった。落書きコーナー1970年代半ばから1990年頃まで、2番線ホームの先頭にある階段脇の壁に落書きコーナーと呼ばれるスペースが設けられ、駅員は毎朝ここに B 0台の白紙を張り出し、駅の乗客に自由に書き込ませていた。 当初は一般的な伝言版としての利用を見込んでのものだったが、いつしか大ゼミなどの予備構成やダイアニや東京デザイナー学院などの専門学校生といった絵心のある若者たちの書き込みで選挙されるようになり、毎日夕方までには彼らの描いた漫画やアニメのキャラクターなど緻密で時には極彩色のイラストの寄せ書きで紙面が埋め尽くされるようになった。 同時期には JR 水道橋駅にも同じような落書きボードがあり、そちらは八尾井などの女子高生の参加者が多かった。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。北隣の新宿駅は地上に上がるまでに時間を要するため、JR 山手線、中央、総武線との乗り換えは当駅が市弁である。A3 下口とコンコースを結ぶエレベーターは両側にドアがあり、 JR 北口からも利用できるようになっている。改札内コンコースとホームを結ぶ階段、エスカレーターには周辺施設パネルが設置されている。乗り場各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。小田急小田原線の南新宿駅まで西へ、新宿駅まで北へ、それぞれ数百メートルの距離にある。 渋谷区代々木一丁目の北より、及び二丁目方面。渋谷区代々木一丁目の南より、及び駄ヶ谷四丁目方面。渋谷区駄ヶ谷五丁目方面。なお、都営地下鉄からは、一旦、A に出口を出て、JR 線をくぐる。道路経由で東側へ行ける。2011年5月11日から2016年4月3日まで、新宿駅 JR 高速バスターミナルが、 東口付近にあり、京都、大阪、神戸方面、名古屋駅業、仙台業ほか多数の便が出発していたが、バスタ新宿の供用開始に伴い閉鎖された。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。